6時だよ。ナジャグランディーバのレッツゴーフライデー。皆さん、こんばんは。ナジャグランディーバでございますけれども、ニュースではコロナウイルスの影響でいろんなイベントがね、こう、どんどん中止に、延期になってるわけですけれども、学校もね、全国的にも休んでくださいという、春休みまで休んでくださいということで、まあ、仕方ないなと思うんですけども、その一方では、通勤ラッシュでね、未だに満員電車で会社に行かないといけない人がいると。そこまでは考えてたんですけど、そこから何喋っていいのかはまだ今日は考えていません。ということで、本日のパートナーを紹介しましょう。チキチキジョニーの二人です。どうも、チキチキジョニーです。石原です。お願いします。もうそんなとこ難しい議題出さんから、ね。無理っすって。無理っすって。もう頑張りすぎですって。頑張りすぎやな。社会議論。いや、ほんまに。その一方でっていう。その一方でっていうの言いたかった。まず、ナジャグランディーバですけれども、からもう、行くでっていう感じはもう感じ取りましたけど、結局だからそれで通勤はまだ未だにラッシュアワーは満員電車でね、乗ってる人がおるんですけれども、うん、はい、じゃあ私がそれを言ってなんか打開策があるわけでもないから、そうで結局はそれ言うてもなっていうのもあるんですよ、うん、だから結局何喋っていいかわからんようになってしまったよね、もう分からんことですしね、うん、いや、まだそのコロナ自体もね、うん、コロナ自体がね、うん、まあでも、うん、ああよう考えたら今まで全く安全な時ってなかったんやなっていうのをふとは思いました。言うたらインフルエンザ流行ってるでって言ったら、まあ同じことやなと思って、いやまあね、手洗いうがいして、うん、マスクもできたらして、ねね、お茶いっぱい飲んで喉を潤すみたいなね、自分で結局は気をつけてくださいよっていうね。ことなんやな、ね、ただ得体が知れへん、そう、そこやわ、そこなんですよこれを、うん、だからなもう分からん、そう分からんさんに喋ってもめちゃめちゃ、でもみんな分からんと喋ってるんじゃない、いやでもなんかこう特効薬できましたよっていうだけでだいぶ気分的に違うと思うねんけど、ね、それができますよ、そりゃもうめちゃくちゃうちらが思ってる、でも100倍ぐらい賢いでしょお医者さんとかその研究しはる人って。100倍どころちゃうと思うよ。ああ、もっとか。そらそら。すごいな。でもそうやし、もしそれを開発したらめっちゃ儲かるから、はい、マジでそれはちょっとさ、はい、賢い人で、欲のある人は頑張ってしてくれてるとは思うけど。いや、もう、なんぼでも欲のない人頑張ってくれてる。いやいや、まあそうやけど、ね、なんか、早押してほしいな。いや、そう、でも、できる。理由って、もう、急に出てきたもんでしょ？それは研究とかかんのも、そら難しいですもんね。せやけど、基礎があるやんか。今までね、そういう、新型ってこと、旧型が、というか、コロナウイルスってのあったわけやろ？今まで。もう、風になるやつ。いや、まあ、そうや。風邪ひくやつがね。うん。うん、ほんならもう、でも、風邪って特効薬ないんでしょ？もともとね。風邪の特効薬ってないんですよ。インフルエンザも特効薬はないねんで。うん、あれもなんか熱を早く下げるとか。そうなんですね。うん。あの、まあ、ウイルスを少なくするとか。そうそうそういうことやから。もう大丈夫ですよ。大丈夫なん？だって、めちゃくちゃ賢いんでしょ ?100 倍どころじゃないぐらい。知るしかないよね、もうそれはね。うん、もう言うてても、ね。多分インド人ぐらいのククも2桁のククとか。すぐ言える人。思うわ。二桁の、もしそういう人、余裕でしょ ねおったらメール、いや、聞いてないから、そういう人おったらメールください。いや、わからへんよ、これ。いろんなアルゼンチンやったり、聞いてる人おるから、ね、韓国もそうやし、インドおるかもしれん。ねえ、二桁の国王、すぐスラスラ。そうやで、国王。あれでも、もし自分が今、急に夜寝てたら、神様が能力与えてくれて、うん、特効薬を作れる能力を、くれたとしますやん、うん、で特効薬作れました、うん、名前どうします？特効薬の、はい、うわどうする、いやもうすぐ思いついたわ、何ですか？スーパーナジャ、おースーパーマーケットみたいな、略してもうあのスーナジャ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 ワクチン、あいいな、でもスーパーナジャやったらで自分の名前入れたんやん、そういやそれは思います、星見つけたとしてもそうですもんね、そうそう絶対つけたですもんね、そう、うん、え入れへん名前。本名は一個も入れないですか、もうナジャだけでいいんですか、いや、表でも言えるかいな。いや、全然言いたくない、今まで。いや、スーパーナジャやな。もう星でも。ナジャ。うん、そうやな。あ、マスカイ。ナジャ、
パーフェクトナジャ、パーフェクトヒューマンはちょっとな、なんかまあ何でもええけど、なおねやったら、ね、チキチキも入れようか、ほんなら、あ、やった、いいんすか、うん、ほんならレッツゴーでいいんちゃいます、レッツゴー、あ、お前レッツゴーフライデーな、いいんやかね、いや金曜日のもんねみたいな、レッツゴー、あ、そうか、だからレッツゴーの方を入れればいいんかね、ほうほうほう、そうやな、そうか、レッツゴー、レッツゴーヘルス、いや、ああ、レッツゴーヘルシーっていうのと、嘘くさい。いやでも健康な方にやっぱレッツゴーっていう。引っ張りにくいな。レッツゴーヘルシーにしようかな。レッツゴー。うさんくささぬぐわれ。これ大丈夫？効くんかなっていう。それでバリバリ高いんやろ。バリバリ高い。しかもいきなりついた能力やから、うちらができましたねって言って、まあまあまあね、もう多分信じない。いやそうやな。でもジャッキー・チェンはなんかお金くれるはずやから、特効薬作ったら確か、あ、そうなんですか、そのジャッキー・チェン、ジャッキー・チェンが特効薬作った人に、1500万ぐらいやったかな、あげるって言ってるんで、それが高いか安いかよう分からへん、いやでもすごいやん、その資材をだけ言って、そう分かる、うん、ありがとうの気持ちをジャッキーに言うわ、だからとりあえずジャッキーに、ジャッキーにレッツゴーヘルシーできたよ、できましたで、どうじゃあちょうだい、あの、ね、1500万ちょうだい、この番組で浜松さんにちょっと出てくれませんかって電話するのもつながらないんですよ、いや、まあそうね、そう、ジャッキーチェンに、いや、でも、いや、はい、ジャッキーチェンは薬できた人はこちらまで見たら電話番号出してるんですか、多分出てるはずやで、あ、そりゃなんかいい、そんなん絶対コンタクトツイッターとかちゃう、DM送って、 DM できましてんけど、どうですか、ちょっと飲んでみてもらっていいですかっていう、絶対いけるんちゃうかな、絶対なんかちゃんとした期間を通さな無理なんちゃいます、無理なんだね、やっぱり期間そうちゃいます、いや、うん、いや、こんな素人が横取りされそうやもん、お前、そうそう、ね、ちょっと疑い深いから、かそれは漫画とかではよくありますもんね、うん、そういうのはまず誰に言うかはだいぶの問題ですよね、これ、だからやっぱり直接ダイレクトメッセージやと思う、まずジャッキーチェーン、ジャッキーに届くまでかかりそうやな、ほんまに、だってジャッキーがまずじゃあ送ってよってなるでしょきっと、そんな、うん、その間、そうやな、そう、それ言ったらああいうのってデータ出さなダメでしょ、できましてって言っても無理ですよ、だからその能力もあんねやろ、もう、そうや、だからでき、いや、作る能力だけですよ、え、どうやって作るのそれ、いや、だから分からないけ ど、急に数式みたいな方か分からないけど、あ、なんか石臼みたいなんでこう、だからっていろんな、なんか薬草みたいな、薬草みたいな、どうやってやんの、どうやってどうやって作ってんのやろ、みんなな、私も思うんすよ、パソコンの中でやってるのかな、いろいろ調合するんじゃん、どうやってやってるんやろう、まっ、新薬ってどうやって作るんやろ、いや、もうなんかあの六角形とかのああいうなんかのありますね、ああいうのでなんかちょっと変えてみたりとかっていうのやるの、化学式、あの福山雅治さんがやってたドラマ、ああそうね、ガリレオが、あんな急にブワー数式書いて床にな、ね、床に床に書いたりする、ね、壁とかね、あの石、石色い石で昔ようありましたやん、チョークみたいな、ローゼンみたいな、ローゼンみたいな、石原さん二人今日一個も出ガリレオも出てなかったで、ね、ほらほらってすぐ乗っかってくるけど、老石で遊ぶ子いないですね今、いやでもそれないんちゃうもん、ね、道にそんなん書いてる子おれへんやん、や、今、あれ昔なんでみんな老石持っとったんすか、売っとったんちゃう、え、売ってた、分かれん、多分売ってたんと、売ってたってさ、道にはそんななんぼもなかったんちゃう、思い出した、今私あの近くの工事現場とかのおっちゃんがくれたりしてましたわ、これでそっち行ったら、そっち行って、工事現場の人が書くのに使ってたから、そう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 、今もだからチョーク使いはりますもんね、あの道に、老石、まあ、老石、これやるからあっち行け言われて、ほんで丸書いて、そんな嫌われとった、嫌われて、子供たちに、あ、うるさいから、そう、それ危ないしな、違う子はな、そう、うん、それをでなんかこう大丈夫なところに輪っか書いてケンケンパーしてましたわ、そやな、大体輪っか書いてケンケンパーやな、老石で、うん、まあ、もあとでっかい阿弥陀くじな、でっかい阿弥陀くじな、あれ、あれ、妖金属のさんまさんが阿弥陀ババアやってからうちらには阿弥陀くじっていう効果がありましたよね、でもそうか、それまで知らんかったね、うん、それまで阿弥陀くじ知らんかった、だから全員阿弥陀くじってあの言い方しか、そうそう、あのあれしかない、うん、そう、あれ、あれが流行った時に妖金属発信、そう、いや、まあ、もともとあったんやろうけど知らんかった、そう、子供らに教えたら多分さんまさんの阿弥陀ババアやと思うわ、あれはすごい、よく考えたあれもすごい発明ですもんね、阿弥陀くじも、そうやで、阿弥陀くじってすごない、なんで、なんで、いや、あれでどこに行くか分からへん、
上をどこか選んで当たり決めるって誰が今考えたんやろと思ったら、あ、もう初めて考えた人すごいですね。確かにそうルールな、ルールもう最初のとこで絶対曲がるっていうルールな、そう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 、まあ賢い人が考えたんだ。あれだって同じところに行き着くのが絶対ない、ないもんな。ほんで自分で線足してもいいルールって言うのね、 あれが細工しにくいからっつって、そう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 、確かにな。しかも阿弥陀って阿弥陀様から来てんのかな、なんかすげえ高尚な名前な気がしてきた。阿弥陀さんじゃないですか、阿弥陀ってだってあと仏さんの阿弥陀、あ、阿弥陀、阿弥陀仏みたいな、南無阿弥陀の、はいはい、そうなんかな、阿弥陀だってすげえ仏教用語みたいなのがついてるから結構昔からあるんじゃないですか、阿弥陀って九時分かるよね、阿弥陀みたいやもん、阿弥陀九時、阿弥陀九時、ハトミーね、これハトミーやけど、あ、そうやって、そっからなちょっとこう阿弥陀がなまっていって、そうやと思うよ、阿弥陀くじやりまようかみたいな、そうちゃうかな、阿弥陀くじって、え、嘘でしょ、調べてくれた阿弥陀の五行に似ているから、あの人時々嘘つくね、うわーっていう、今カンペ出たけど、あ、でもまあシャーっとせん、阿弥陀のだってあれ阿弥陀くじの阿弥陀やったらめっちゃ虫通りますやん、いやでもそうやけど、そのパッと見で、はい、あ、昔あんな虫大きかったんちゃう、昔は、いや大きすぎる虫ちっちゃなったけど昔はもっと、あ、じゃあ網戸がちっちゃなるから虫も進化してちっちゃなってるんです、そうやと思うよ多分、網戸くぐろうとして、カヤって見たことあるでしょ、昔の昔話とか、だってでもやあるけど、カヤなんてめっちゃ細かいですよ、なんか雑居ビルとかやと雲ぐらいの顔折れへん、めっちゃガガンボみたいなのいそう、まだ今の分かるけどガガンボってなんすか、あれたまに言う人多いんだけどガガンボって何、あれガガンボ大将みたいな、あの田舎の人がねよう言うね、女王かみたいなやつや、女王か、女王橋じゃなくて、あの足長い、え、そんな大きいあればっかりやったんちゃうの、お化けやね昔はね、だからあれやとバレるから人に泊まったら、そうやね、か、来たって、だからこっそりこっそり行けるように小さく進化していった、そうやと思う、ほんで多分やけどガガンボってほんまにおる実在するの、おるおるおるよ、え、見たことない、大きいの手のひらぐらい、いや、でも手のひら赤ちゃんの手のひらぐらい、いや大人ぐらいのやつもおるおる、いやでもオッケーっていうぐらい、うん、で小さくあの口も丸見えの、丸見えっていうか怖っ、へーっていう、分かるやんっていうやつあるやん、そんないっぱいおるんですか、いっぱいじゃない、一個雑居ビル、うん、田舎のでも網戸、大群でおったりするんですか、一匹だけ単独行動、あんま大群見たことないけど、いや大群だとめちゃめちゃ怖いですやん、で、はい、ちょっと上下にビューずっと動いてない、そう絶対止まってる、飛んでるとこ見たことない、あ、飛べへんの、いや飛ぶんちゃう、出してくれはった、飛ばんなんだって、ガガンボってほんまに、もうほらカンペで出したら新人員からパソコンの画面見せ出したいや網戸のごっこってのはやらしい、いやーほらあれあれ、そう手のひらより大きいわ、これ蚊なんすか、トンボに近いですよ、カーやろ、スーやろ、血吸うの、だから人間より大きいやつ吸んじゃいます、ほらバレへん、あ、牛とかな、そう、あ、人間にはそうだよ、だって人間やったらすぐ気づくやん、人間が、うん、だって怖、これが血吸うとしたら、いや吸うとったんちゃう、めっちゃね、でも網とかちっちゃいからだんだんカーもちっちゃくなってきて、カーもちっちゃくなってきて取り残されたのがガガンボ、ガガンボ進化の過程から、うん、そんな気する。あ、ほんでそのガガンボだけが敵やった時代に作られた網戸から網戸くじ、網戸くじ、違うかなっていう、分かれへんけど。ガガンボくじで、ガガンボか、あ、かじゃないんや、だからガガンボかやから。あ、違う、かってあの何々か、人かの、科学かな、はい、ガガンボ。科目みたいなってことだろ、あ、そうそう、科目、だから科じゃない、だから科ではないから血を吸わないでしょ、吸うよ多分、あ、じゃあ何食べて生きてんの、いや知らんや、見たことないねんか、あんたらのほうがガガンボ、分かる、こんなストローみたいな、ね、チューってなった口がついてんの、ほんで鼻にトマト、鼻の蜜かわいいそうなんだ、ごめん、あんななりで、ごめん、なりで決めつけたらあかんでしょ、こずっと血吸うと思ってた、ただガガンボは鼻の蜜を血やと思って、鼻の血やんか言うたら、蜜が、蜜がね、鼻にしてみたら血吸われたっていうことやから、怒ってるわ、血やで、そうやね、血やけど意味が分かるよね、鼻、女は蝶々、いやほんまに蝶々とか血吸も、もうあれ血や、いやちょっと分かんなくて、血やで、だから多分やで、やったら
謝ってください。だからガラムは害のない可愛い生き物ですよ。いやだからそれ分かれへんやんか、見た目怖すぎる。いやだって主食はって鼻の蜜つけてる、ね、蜜吸われた後鼻もかゆうなってるかもしれん、ね、分かれへんもん、それ鼻に効かんと。いや違う、あんた鼻ちゃうやん、鼻はええやん別に。いやそれ鼻に失礼やわ、かゆい、かわいそうやな。いやうまいことで鼻の顔を、主食はって言うたってことはおやつに血吸ってるかもしれない。いや知らんやん、教えてくれたけど主食はそうなの。そうやわ、ね、うん、うまいやで。余計立ち悪ないですか、吸われたことないんでしょ。おやつに血吸って血吸って、贅沢やわね。えおやつ主食はってどういうこと。何が知らんやん、今教えてもらったら一緒の音聞いてたやろ。主食は蜜で、そう主食は鼻の蜜、主食は蜜ですって今耳にね、なんか歯で歌いもするんじゃん、情報がおやつ感覚で血は吸っててかもしらんってことでしょ。おやつは何って書いてます、おやつの方が血は吸わへんっていう、ほら聞こえてるでしょ同じの。いやだから違うやんか、なんで俺言うてくれた人睨むわ。何だよ自分らガガンボ血吸わな気吸えへんのちゃんと教えてくれる人睨んでた、睨んでた、睨んではない、誰と睨んでたよ。いやどこ何で調べてんのかな、あなただけやんな。パソコンで調べてくれてるでしょ、パソコンで怪しいわ。だから山とかで見る、いや雑居ビルにおる、雑居ビルおるっておったもん、ゲーバーの鼻の蜜ビルに、だからはぐれガガンボ。そうかもしれない。でもパーティーとかやと花いっぱい並ぶから、あほんでやそれに匂いにつられて、はい、あそっか、花いっぱいあるところに、ええ花やもんで、カサブランカとか、そうや、美味しいんちゃう、だから贅沢なガガンボが、そうやと、なんかえ可愛い、そんな害、人間には害がない生き物、可哀想やな、考えたら見た目悪すぎるわ。なあ損してるわ、ね、人間もねやっぱ見た目悪いと。それ見ても悪い。同じだかさやろ。それ急に裏切ったりがいいじゃん。人間界のガガンボや。だから、お前がスムージーなんか飲むなやって言われてるようなもんやで。ほんまやで。ほんまやで。お前なんかドブ水飲んどけやって言われてんのと一緒やで。スムージーなんか飲んでませんよ、私。って言わなあかんねん。そうや、そうや、で、ガガンボやから。ガガンボやから、ガガンボがすごい飲みますよ、スムージーが好きですって言う。って言わなあかん。でも、あ、そうや、だから、え、その見た目で、スムージーって言うこと。私、はい、スムージー飲みますよ。え泥水吸ってそうやのにっていうことやねん。そう悲しいやろ。それ今ガガンボが一緒の思いしたんやで。ごめんガガンボ。そう。一緒にスムージー飲もう。そうやで。どっちがヨウさん飲むやろ。いやそうやで。えガガンボ言うても知らないから小さいよ。そんなガガンボはでかいからな。いやでもでかい見たことなかった、うん、ガガンボっていう、ね。何の話やそうやね。わからんもんやな、話ってどこがどうなってこんなにガガンボに行くのか、ね、せっかく社会切ろうと思ったのに。いや前ですいませんな。それところ季節的にはいつが多いんですかガガンボ。夏ちゃうんですよ。夏夏あ夏夏ちゃうそれは。花の蜜吸うのに春春やな。まだそろそろ現れるやな。どんなもうガガンボに聞きやうちにね、そのなぜさんに聞いても分かるかい。でもガガンボに聞くイコール石原さんに聞くっていうことになるのよ今の話。暖かくなったら知らんけど。さあ、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますよ。メールアドレスは naja@mbs1179.com です。あなたからのメッセージをお待ちしていますよ。さあ、そしてここから、衝撃のお知らせがございます。いつもは、メッセージを紹介させていただいた方には私ナジャの生キスマーク付きコースターを差し上げていたんですが、やっぱこの時期私のやっぱキスマークにはコロナウイルスがついているんじゃないかというあのメールがいっぱい来てるみたいなんですよ。なのでいやじゃなくて一部この一部その紙にナジャさんの心配をしてるんちゃいます。いや違うと思う、多分いろいろ何で映るか分からへんからか、まあ、影響でやっぱこういうこの番組聞いてる人って熱心なファンやと思うねん、ナジャさんのね。そうだから多分キスマークに関節キスでみんなキスしてたと思うねん、うん、あなるほど。だからそれを考えるとやっぱ危ないから、はい、うんうん、それはやっぱやめましょうっていうことになる。そうなんです。ご時世的に、そうご時世的にちょっと私もやっぱコロナ かかってるかもしれへんや、症状がないっていう、だからちょっとキスマークはなしにになってしまったんですよ、うん、はい、でその代わりに、私ナジャか石原さん岩見さんもしくは、作家か AD のサインをつけて送りますっていうことね、杉田菅生先生のサインとかもあったりするんですよね。可能性ありますよね。あとはそのケータリング担当のね、
ね、あ、そう、そうそうそう、それは当たり的なサインがあったりとか、誰のサインか分かりませんけど、もうみんな単品で書きましたもんね。そうだから、どれが寄せ書きじゃないんですよね。まあまあ、ここにはハズレが2つあるって書いてるけど、いや、そうなんですよ、それはもろた人が決めることやから、そうそうそう、本当そうです。まあまあ、全部ハズレみたいなもんやん。なんでそんなもん。まあ、あとは皆さんそれを当たりと思うかは皆さん次第ですよということなので、はい、とりあえずコースターはプレゼントさせてもらいますけども、キスマークはありませんということです、はい、さあ、そしてツイッターのアカウントもあります。アットマーク NADJA1179 でございます。現在のフォロワーは5768人、すごい勢いで増えておりますよ。また49人も増えてしまいました。ありがとうございます。さあ、メッセージを来てます。はい、メッセージ来ております。ラジオネーム振り出しは淀川さんからいただいてます。大阪市東成区の方です。ナジャさん、チキチキジョニーのお二人、こんばんは。こんばんは。25日火曜日、 ABC ラジオで増田岡田の増田さんがレッツゴーフライデーのナジャさんのモノマネをしていました、うん、局の垣根を越えてお互いのラジオ番組の話をするなんていい関係ですね。もちろんそれを許している双方のラジオ局の度量の大きさも感じます。そのモノマネバカにしてるんですよ。なんかもう6時だよとか何時だよから喋りだし、ほんでうちらのことチキチキジョニーを紹介するところもモノマネしてくれたらしいですよ、うん、そこがだから真似しやすいね、長屋で喋れへんから私が。でも意外と増田さんってモノマネうまいなって思うんですけど、なぜそのモノマネに関してはごっつ下手くそやなって。あ、そうなん、聞いたよ石原さんは。ごっつ下手じゃないですか。なんか なんやろ、どんな、どんなんと、名古屋でいつも横に座ってってんだけど、はい、その時にやらしてるのはもう6時だよみたいな感じ、6時だよ、まあ、ナジャグランディーベのって言ってやってて、それで石井さんっていうアナウンサーと一緒にバカにしてるの、はい、いやいや、でもモノマネだってされるような存在になりたいってずっと言ってましたよ。だ、公認を上げてくださいよ。だけど誰にされるかにもよるやんか。うちのマスだやぞ。小食ゲロのマスだ。まあまあそうやな。標準語っぽくなんね、マスダさんのモノマネ。あ、そう。そうなんや。あのナジャさんのモノマネ。あ、ちょっと違うんや。六時だよ。いや、そう、なんかそう、そうねみたいな。ああ、だからやっぱりその。おね言葉を、はい、やっぱできひんから、やっぱ普通の人は難しいやもん、あれ。もっと関西弁寄りに、うんうんうん、そやな。ほんで私って意外とおね言葉喋ってそうで喋ってへんから。そうそうなんですよね。それやけど、ちょっとやっぱおね風を入れようとしてちょっとおかしいなってるのかもしれないね。そう、それやわ。次増田さんにおったら、ちょっと練習付き合いますわ私、うん、違う違う、待っとこう、つって。もっとしんどそうに。そうそう。もっとだるそうに。そうそう。ここが絶妙なあれやな。3回もモノマネ。3回どころじゃない。最近ずっと結構、なんか。そんなにやってくるだろう。もうめっちゃ毎週どっかに入るぐらいやってはりますよ。これはでもちょっかいを、ちょっかいをかけてるに近いですね。そうやね。好きなんや。うん。ちょっとその疑惑ありますね。はい。小学生の男子がすることしてありますわ。いや、ちょっとでも分かる、うん、そういう可愛らしいとこあるもんね。ね、うん、ね、うん、そうやわ。ちょっと一回、まさまあ、全然いけるけど。全然いけるけど。これ照れて、まささん照れて、もうナジャさんにちゃんと喋りかけられへんタイプさ。これをまたこれ聞いて。可愛い。まささん可愛いから。そう、純粋。私服も可愛いわ。そう。今どんなん着てます？冬はどうなんか、いや私見た時はなんかデニムでちょっと割とストレートのズドンっていうデニムに、はい、うん、上もデニムやったかな。嘘。分かんないけど。今牧場、牧場してそうな、なんか花畑牧場みたいな。バンダナ巻いてました。でもバンダナ巻いてない。巻いてない。結構キャップ被ってはる時多くないですか。そうそうね。でリュック背負って、リュック背負ってない。あ、リュック背負って、ってます。黒いね。そう。うん、中学生もちょっと。可愛い。あの感じ可愛い。マサさんめっちゃ見られてますよって言ったら、キャップをキュッしはるとき見てくださいか。めっちゃ可愛いです。あ、そう。キャップ、なんか何のキャップ？キャップ別にブランドのキャップじゃないよね。いや、そうなんだ。何のキャップやの？ニューヨークヤンキースのやつだったかな。ほんま？ニューエラちゃん。ニューエラですか？そうそうそう、ニューエラの。なんかマジで米軍の人みたいなプライベートの服着るやん。強そうな。夏はタンクトップ。でも米兵に憧れてる。そう。いや、髪の刈り方も米兵じゃないですか。いや、そんなあの髪。タンクトップもなんか米軍の人が、夏な、米兵の人が着るの生地好きなんですよ。あ、そうな。そう。白で？
いやちょっとあの何色っていうかリブアミリブアミみたいな。いや分かるよ分かるよ、はい、あのミリタリーショップで売ってるやつ、三枚セットみたいな、はい、そんなん着てんの？夏はそれになんか羽織ったりしてるかな、はい、あの生地感が好きなんですって、あそこのああいう、あそうなの、はい、アロハシャツみたいなのも好きじゃない、ちょっと夏あの着物リメイクしたような生地のうわほんまやアロハシャツみたいなの着てない、あ着てはるかも、ちょっと兵藤さん的な、兵藤さんは結構ハンチング系の、あの渋い系じゃないですか。確かに少し、いやでも可愛いと思う。ね、うん、好きな私服。一回着てほしいですよね、番組にね。それは別にどっちでもいいです。着ていただけたら。住んでねが来ましたから。そんなな失礼やんか、こんな番組に来てもらうの。でもモノマネする方が失礼ちゃいます、逆に言うたら。いや別にそうだって、何のでもなく失礼とかないでしょ、だって2人の間柄に失礼とかないや別に、それはそうやな、うん、2人の間柄やから。2人ってどの2人？いや何でさんとマサオさんが仲いいじゃないですか、言うても。いやどうやろう、で2人ともちょっと照れそう。そんな仲いいって言っても、いや別に喋るけど、はい、ずっとめちゃめちゃ喋ってるけど、 LINE のやり取りみたいなのはしてるんですか？ LINE は知らんねん。ライブメールのやり取りもなし。だって電話番号私交換した時って私まだスマホじゃなかった時やねん、はいはい、だから電話番号は知ってるけど、はい、LINE は知らない。あ、ほんで電話のやり取りプライベートでしたことはないんですか、電話で会話は。いやなんかあのそれこそお米を送った時にありがとうございましたって言ってかかってきたのが何年か前やけど、それきり。そっか、うん、ほんで2人でだから、そっか、まだ食事もいただけないって言ってましたもんね。そっか、一旦食事行きましょう。だからね、そうやね、ね、そっから話はそっからですね。まあどうなるかやな。どうなるかね。どう発展するか。どう発展していくかね。もしかしたら。そうそうそう。消しかけるブスの友達おるような少女漫画もしかしたら。絶対あの子なるかもね。絶対あの子、あの先輩。ナジャのこと好きやね。ご飯行ってみましょうよみたいな。私ついていくから。ちょっとセッティングしてんだよ、うまいこと。セッティングするから私が。セッティングなんかすぐできますよ。できますよ。ええとこばっかり言うてよ。ええとばっかり。泣かしといて。こいつあかんねん、こいつが出ちゃうもん、出ちゃうもん、ほんま連れていかんとこ。じゃあそれでは本日も最後までお付き合いくださいね。ニュースのまとめ、ナジャジャジャーナル。このコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介するというコーナーでございます。そしてここからは、義理のお母さんからのプレゼント、夫や孫には現金や好きなものをたくさん持ってくるのに、私には何にもなし、もしくは一度も好きだと言ったことのないぜんざいが届くという向川智美アナウンサーが入ってくれますよ。よろしくお願いします。こんばんは、 MBS アナウンサーの向川智美です。どこから仕入れたんですか、その情報。分かんないね、これもここいつもここに作家さんがなんかどっかから仕入れてくるんですよ。でもどう思います、本当に。でも一度も好きだと言ったことがない。そうなんです、一回もないし、なんならね、小豆苦手なんですよ、にもかかわらず私のところには、あ、はい、これは智美さんにって言って、なんやろうと思ってパッとあげたら、おしるこって書いてて、おしるこおもろいな、おしるこ、なぜおしるこっていう、ね、義理の母ってそんなもん違うの、やっぱり。そうなんですか、姑やろ言ったってことやろ。そうそりゃそうやわ、そんな。でも意地悪じゃないでしょ、きっと。なんて言わはったんですか。いや、ありがとうございます。だからやっぱ好きや思って、自分がお母さんが好きなんかもしれないですね、うん、あ、そうですね、まあ、京都の人なんでね。京都の人、いやもうそれはもう、ね、あのお茶漬けみたいになんか隠語あるんですかね。おしるこにはあるかもしれません、ね、もしかしたら。それお母さんは何、ちょっとぽっちゃり系。ぽっちゃりです。だからやば。あ、そで嫁はちょっと細いから、ちょっとやっぱこっちにこっちに寄せよう思って、あ、まあ、小豆食べさせといて、もちもちとか白玉太るやん、ああいうのって言われて、はいはい、おしるこ自体もね、白玉めちゃくちゃ入ってました。せやろ、はい、そうや、そういうことや。次コロッケとか来ますね。本当ですか、油物で。油物大変やね。でも嫁姑問題、でもこれもし聞いてたら嫌だ、嫁やと思って、そんなつもりなく親切、ね、でもしおしるこあげたとしたら、おいしい思ってあげたのに。そうですね、次持ってきた時おしるこじゃなかったら聞いてたってことですよね。怖、ね、いや、そうやね。旦那さんには何やったんですか。ね、現金にはですね、現金、そうそうそう、現金、お小遣い、包んでくれる。50過ぎですよ。
ね、やっぱりそれでも母親っていうのは息子に渡したいもんなんですかね。いやどうやるんだよ、あの、家なんちゃう。でもそうですね、そうですか、うん、そうですか、お坊ちゃんなんちゃう、うん、いや、うん、京都だなってすごく思います。いやでも旦那さんに現金でお嫁さんにおしるこってめっちゃおもろい。今からめっちゃおもろい。それでお嫁さんとご飯食べっていう意味で渡してるかもしれないしね。なるほど。お金を分かんないですけど。すごい優しい。いや違うと思うよ。そんな差つけてんねんって。ここは私も実家帰った時に、はい、ありがとうっつって、あの、まあ、ご飯、実家でご飯とか食べさせてもらうから、それのお金として、あの、弟にいつも渡すんですよ。はははは。でもそれお嫁さんからしたら、あんま弟にだけ、自分の弟にだけ渡して、ね、うん、私には何にもなしって思われてるかもしれないですね。今思ってますね、それは。ほんならもう、それはもう何か好きなもの、現金じゃない何か好きなものをちゃんと調べて、お汁粉じゃない何か違うちゃんと好きなものを調べて持ってかれる。でもそれは本心もちゃんと言わなあかんわ。ああこれありがとう、だからみんなに、みんなにやれ、いやじゃなくて、ほんまはそんなに好きちゃうんやろ。誰がどうですか、その弟の嫁を。好きも嫌いもあのそんなに実家帰らへんから、めっちゃ食べ口で喋ってくるから、そうそう、やめなさい、やめなさい、アメリカ留学してやったからちょっとアメリカンな性格。あ、そうなん、帰国しようなんだ。一回も敬語で喋ってもらったことない。私それダメです。いや、それはそんなそういうのがやっぱり行動にやっぱり出てくんねんって。なんか引っかかってるんですよね。でも一応だからスプライト好きやから、スプライト買っていったんですけど、あのコストコで。ああ、業務用みたいな、大量に。びっくりした、一本かと思って。いや、いや、それもいいやん。それでもいいやんか。1ダース見て12本とかやろ、24本みたいな。いや、もうでっかい、あの、コストコ。コストコのね、あれ、まだこれ難しい、こんなにいらんねんっていう子もおるし、難しいよな、1ダース。ね、そう。ほんで、帰国子女やから、スプライトって勝手に自分で決めてるだけやろ。まあ、一応、なんか、あの、なんかいるもんあるって聞いたら、うん、ああ、スプライト、売ってねえけ。買ってきてくれるみたいな。そういうスプライト売ってるの岡山。あの、あ、ない。今でも逆にないですね。ないんです。どこもないんですよ。コンビニでもないでしょ。そう。コストコにはあるから。うん、それでええっつって。へえ。うん、そう。うん、そやな。みたいな。今、うん、それぐらいかな。分かった。何歳年下なんですか？6つ下です。6つ下でその喋りですか？それはちょっと私はね、ね、もっと勉強したか、もうちょい下か。弟より年下やから。6つ下の妹とかやったらあれやけど、ね、他人やろ。そう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 、ね、自分の妹やったらまあ食べ口あるなやけど。綺麗な、可愛いの。ああ、まあそう、私よりは全然。綺麗。大体の人そうやわ。大体の人いや。マイクが拾ってるよ。まあ、だけど避けちゃう。だからそんな自分より可愛い子でタメ口、年下でタメ口って言ったら、そりゃそんな。でもだから勉強させてもろてるんですよ。逆に。どんなように。もうどっかに嫁に私が行く時は気つこたもん負けやな。あ、なるほど。うん、だから私はもしあのお嫁に行くときはいきなり最初から全員にタメ口聞こう。いやどうやろう。でもねそれある意味正しいというか合ってるかもしれない。ね、家族だから。私もね変えようと思ったんですよ。やっぱり気使うでしょ。義母って気を使うし、そう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 、言いたいことも言わず我慢してきたんですけれども。うんうんうん、してきたんですか。してきたんです。ずっと我慢してきたんですけれども、はい、でも私より確実に早く、まあ、この世からいなくなりますよ ね、うん、でもうそれがまあそう遠くない未来かもしれないでしょ。まあ、まあ、確実じゃない、まあ、確実ではない。そうそう多分多分そうなる、まあ、順番的にはそうなるので、はい、だったらもう思い切ったことを言っとこうと。だっていついなくなるか分かんないから、私がずっとそれを思いながら生きていくのがしんどいから、うん、考えたことはあなた意地悪ねとか、そんな言い方しなくてもお母さんっていうことは言うようにしてるんだ。もう言おうって決めたんです。ああ、そう。そう、その方が楽です。やっぱり初めでもお母さんびっくりしちゃったでしょ。びっくりしましたね。そりゃそうやわ。急に手のひら返してるんで、ね、みたいに、ね、はい、でも家族やと思ってるから、もう私もうそう言いたいこと言いますわ、家族や思ってるからっていうの一言入れたらもう全然違うんちゃう。 そう、でも入れない、そこは。え、なんで？だってどこまで行ってもやっぱ他人ですもんね。いや他人やもん。ああ、そこは。そあ、うちは一緒に住んでるからかもしれないです、親と一緒に。そのあ、もう同居してるから。同居してるから。なるほど。だとちょっと違うかな。
たまにしかそれ合いませんもんだって。まあまあね。で、お母さんはそのお母さんの誕生日とかには何をあげるんですか。え？いやいや、多分誕生日知らんと思うよ。いや、あ、そう。やっぱそんな前って知るためのさ。夏は夏だった。夏は。これはお互い様やわ。そうですよ、ほんで知ることかって。そんなこと言ってくれるだけお母さんの前で、ね、上じゃないですか。送ってるのは送ってるでしょ。一切送ってないですか。ね、あの結婚したての頃はプレゼントしてました。やめたん。だからもう切り替えたからね。もう切り替えたからね。そうそうそう、そこはもう、もう我慢するのをやめようと思って。でも何でもない日にこれ美味しかったからあの一緒に食べましょうやみたいな。嬉しいんちゃいます。ちょっと距離縮まりません。そんなもん会えへんねやろ。多分、ね、京都だから。いや近い近い。超近いでしょ。やっぱりね。いやそうなんで、そんな会いたくないからわざわざやっぱ行ってへんやん。そんなに。そうなんですよ。極力だって会えへん方が気楽やねんもん、こっちはってなったら。うん、もう会うんやったらお互いの家に行くんじゃなくてどっかの店でご飯を集合してご飯食べて、うんね、食べ終わったらそこで解散。もうこれが一番いい、うん、揉めない。上沼さんもそう言ってた。やっぱりそうだと思います。うね、もうどっちかの家に行くと長くなるし、そうね、なんか気になることいっぱいあるね。家散らかってなんとかなんか見られたりとか。言いたくないことも言ってしまうし、気に入らんことも出てくるし、そうね、うん、絶対その方がいいと思います。でこのラジオね、旦那聞いてるからね。そう、この旦那さんめっちゃ聞いてんの。あ、そうなんですよ。この前も。あの再放送でまた私小杉さんのマラソンを 使ってたっていうのを2人言ってて、はい、あいつらって言ってあいつらって言ってましたねって言われて、はい、あいつらって言っても聞かれてて頑張ってくださいね。全部聞いてる。めちゃくちゃ聞いてますから。ありがたいですね。ありがたい。ありがたい。そうですよ。でスポーツ内閣のプロデューサーの奥さんや。そうなんです。そうなんです。そう、ね、主人は社内恋愛やね、はい、社内恋愛だから。同期入社で。あそう、なんでこんな近場でっていうね。でも私思うけど、別にこれ聞いてるからじゃないけど、あの、はい、奥旦那さん、はい、なんかめっちゃ育ちいい気がすんねん。本当ですか。京都の本棚、そうです、京都の京都のボンボン。いやボンボンやな。ボンボン感がある。ボンボン感ありますね。ボンボン感に、自分にボンボン感があるの分かってて、うん、それをちょっと隠したいから、うん、迷彩とか持ったりすんねやと思う。なるほど。そういう子いましたね。迷彩好きやろ。好きです。あれは多分お坊ちゃん感をちょっとワイルドにしたいから。そうやと思う。そうなの。そんな気がする。でオレンジとかね、ピンクとか割と派手めの服を着るんですよ、うん、そうそう、うん、ちょっとこうはみ出したい、破天荒ぶりたい、うん、そうそうそう、もうだいぶ薄くなってきてるのにね。そんなもうあかんさ。次にもしねお会いしたら、はい、この人まだお母さんからお小遣いもろって半年かかるんですよ。思ってください。思いっきりもう言ってください。本当にもうそういう。いやでもまあまあ全部もらうんちゃうの。それもう世の中の人結構もらってると思うよ。母親にしてみたら何歳になっても息子は息子やんか、うん、そうらしいですよ。もろてます。うん、いやたまに。もうね、戸惑った時点で盲点だと思いました。今どう言おうかなって考えてる時間になってるじゃないですか。もらうでしょ多分。そうですか。誕生日とか親お金くれますよね。そう、誕生日とかやったらもらう、うん、もらっとったな。いやもらいませんよね。自分の親からももらわない。もらわない。おめでとうっていう、まあね、LINE とかは来ますけど、そっか、 LINE もこうへん。LINE、誕生日とかも今お孫ちゃんがおるから、そう、孫に豆に夢中とかね、それはねありますけど、うん、もらってるんだな、うん、じゃあさ、いや、うん、あったりしたらね、そのタイミングよく。お坊ちゃま？お坊ちゃまじゃないけど過保護やわ。まあそうね、過保護やわ。優しい、本当に。だってこの番組でもね、はい、わーって喋ったらちゃんとね、はい、あのあかんよとか、そうそう、そんな言うとあかんよ。来るんですかお母さんから。いやだってだからこの2人の悪口言ったらすぐ来るもん、はい、そんな言うたらしょっちゅうじゃないですか。じゃあそんな言うたらあかんよ。一応女の子やねんから一番きついわ。一応ってないよ。スズリみたいな髪の毛的よ。めっちゃそうです。女の子にスズリはあかんよ、ね、傷つくやろって。一応女の子やねんから。そうやね、そういうとこあんのよ。でもあのそうやと思う。ボボッちゃんやと思う、うん、まあそうかもしれないですね、うん、言うてもまだマー君とか50過ぎてマー君って言います。いやまあでもそういう言えない。いやまあでもそれはもう急に。そのお旦那の兄弟はおんの？一人っ子？妹がいます。
一緒や、うちと。あ、本当ですか。うちも長男で、ね、妹が一人やもん。そう、で妹が、ね、そうやな、似てるかもしれへんわ、ね、多分すごい大事にされてる、育ってたでしょ、もうわーってこうね、賢くて。いやいや賢くはないけど、なんかいっぱい習い事もさせられたし。そう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 、何やってたんですか。いっぱいしてたよ、クモン。クモンに行くの、クモンに行くの。じゃあね、クモンをいっぱいって。いや違う違う、クモンとか、クモンとかって言ったから。いやいや、クモンもやったし、その習字もやったし、でスイミングスクール3個からめっちゃ習い事してる。ピアノ、あ、ピアノうちもやってました。ピアノ男の子で。ピアノどこまでぐらい行ったんですか。すぐやめた。ピアノはもうザ。ピアノはでもなんかなんかすぐ先生があんま好きじゃなかったからすぐやめたけど、ピアノ自体は好きやったから自分ではずっと弾いてたよ。そのバイエルみたいなとかの前にもやめた。バイエルの前。そうだ。そうだ。バイエルの。バイエルの途中ぐらいでもいい、先生嫌で。でもピアノは好きやった。でもお坊ちゃまですやっぱりね。お坊ちゃまではないと思うな。だからピアノ甘やかせされてたんやと思う。習いたいって言ったらすぐ習わしてくれるっていう甘やかせ。ソロバンは習ってなかった。クモンやった。うちら世代ってソロバン全盛期。ソロバンやってない。習字はやってたけど。クモン、うちもクモンですね。クモン言ってました。クモン、え、何教科あるんでしたっけ。あれ大体国産やるんでしたっけ。国産やって、今は、英語もあります。あ、英語のクモンもあります。英語もやってたんですか。いや、英語はやってない。英語はね、最近ですね、できたのが。そう、そうなんですよ、うん、国語とはほぼ算数ですもんね。あのプリントで喧嘩するんですよ、親子で。クモンやったの、まだやってない、早くやりなさい。もう習ってる子言われてた。で最後の1枚2枚をずっと貯めててやらんと、それをまとめておトイレ流して詰まらせた。もうバチャ2階のトイレで1回やったらまだギリいけたかもしれない。いや、結構硬い紙でしょ。割と硬い紙や、ね、友達にしてもらったらバレんのよ結局。でも先生にも一枚足りないみたいな。バレんねんけど、浅はかやってね。あれでも大変らしいですね、クモンってね。私はやってなかったんで、子供にはやらせてますけど、すごい嫌がりますもん、やっぱり。でも私はやってなかったんですよ、ね、クモン友達結構やってて、はい、なんか算数の時バリ生きるんすよね、あるあるで。計算部、そう、上ですもう知ってる。あ、そうか、先習うからか。そうそうそう、どんどんね、先取りで、予習予習でな。バリ生きてくるやん、クモンのやつらと思ってました。クモン行ってるコーラがなんかこれ知ってる。計算も早いしね、やっぱり。でなんかそこにソロバン塾行ってる子が入ってきて。なるほど。あ、もうそんな何もなくてもソロバンのやつここに。いや、ダサいよな。指でソロバン、指でソロバン習ってたけど、あれやるやつダサいなと思って。どっちもやってなかったから、もうその争い見ててちょっと羨ましかった。何にも習ってなかった。英語。あ、すごいよ。英会話スクールに行ってた。英会話の教室でも全然喋れないですけど、アメリカから日本にお嫁に来た先生のところで、ユミコさん勉強しましょうやばっかり言われてました。日本語やんか。ね、英語じゃない。子さん、勉強しましょうやーつ。それが一番残ってます、先生の声で。何も身になってないじゃないですか。まあ、今考えたら申し訳ないことしたなと思って、親ね、お金出してもうてたのに。そうだと思う。すごいいっぱいお金ねかけてもらってるんですよね。ね、確かにそう。親になって初めて。いや、そうやと思う。だからもうそんなかけてもうてんのに、もう今ま。まだお答えなんてもらえないですわ。ねえ、だから普通断るやんって思うけど。いやいや、それはもろたらええと思うよ。いや、またね、そう、そうですか。なんか親孝行やってやっぱり言うんですよ。もらってあげるのが親孝行だって。うん、いや、それはまたちょっとちゃうな。あれ、いや、親孝行やって。その、旦那は、お年玉に、ですよって、例えばお正月とか帰った時にお金あげたりしてるの。あげない。もらうだけ。もらほら、お年玉ももらったら、次会ったら、この人、お年玉もまだもらったら。いや、だいそういう目で見てあげてください。お坊ちゃんやね、もう。お年玉大臣って呼んでいいですか。お年玉大臣。お年玉大臣や。ポチ袋いっぱいありますよ、だから、いいポチ袋。あ、そう。はい。お年玉は。お年玉は、いや、違う。持ってる、持ってる。ちゃちゃ、ほんまに、お年玉、私は、ここ、2年ぐらいはもう上げる方に変わったな。でもここ2年やが結構もろってたよ。ただ、まあね、なんやろな、け、私もでもあの甥っ子にあげるやん。だ、それを甥っ子にあげたのを見てるから、この子それで出費したなと思って、それを補填する感じで、その分をくれてたっていう感じやと思う。だから、うちの息子はそんなお金払んでええようにっていう、払って、出るけど、そうやけど、それはなんかずるないですか。
甥っ子にはじゃあこのナジャさんからもらってるって思ってるのに、ほんまはおばあちゃんからもらってることになりますよ。確かにね。そうやな。それナジャさん出さないですか？でも別に出せん。それは。いやそれはおかん。それはええわって。いやそれはだからおかんの優しさなんちゃう。偉そうに言うてますけど、岩見さんまだ毎年おばあちゃんにお年玉がくれるから、お年玉はね。そうおばあちゃんでもあげますよ。こっちも誕生日とかやったらありますよ。ほんまにやっぱりみんなもらえるんですね。くれる。なんかね、それを断るタイミングっていうのがもう、うん、でもらえんのやったらまあもうといたらっていう、はい、お年玉はもう。じゃあバレンタインデーのチョコレートはお母さんから。いやそんなはないわ。あ、それはないんですか。え、でも子供の時はもらってたでしょ。子供、うん、子供。あ、自分が子供の時。いやなかった。バレンタインデーチョコレートをもろたことはない な, なんか息子にあげるみたいな、ね。よく男子がもうお母さんの一個だけやったわみたいな会話しますやん。いやもうない、それはないな。へえ、どうなんですか。私息子にはあげます。ああ、息子にはちゃんと用意します。え、旦那さんにも。旦那には、あ、そうですね、一応用意しますけど一応そこは、まあ、そこな、ね、そこは旦那さんにあげて一応もちろん用意します、はいはい、でもそうですね、義母からは、はい、孫には来るけど、チョコレートはあの主人には来ないですね。なんだろう、そこほんまに似てるんですね。いや、そこはやっぱ恋人たちのっていうのがあるんで考え、あ、なるほど、あ、その考える、もう子供のものって思ってはるかもしれないですね、うん、なるほどね。それかチョコレートは子供のが食べるもの、でもなんかすごくつい立派なあれですよ、うん、海外のチョコレートが来ますよ、うん、これ誰宛てだろうと思うんだけど、ちゃんと孫の名前が書いてある、うん、すごいな、書いてあるんですよ。おばあちゃんすごいな。それ毎年でもみんなで食べるんでしょ、それほぼ私ですこれ絶対怒られていいやつよ絶対言うたらめっちゃちっちゃい、いや、そう、これ聞いたらこれが何回届いたら可愛く育てた息子にきつい嫁がほんで孫可愛いやけどきつい嫁が何送っても嫁が食うと嫁が食うと私お汁粉しかもらえない、それ私ここでええやろあた食べてるやろ、恐ろしいな、私の誕生覚えてこないそんなもんやな、嫁しゅうとめ、いろいろね、大変だ、ほんまに、いろんな家があるな。でも別に仲悪いわけではないですからね、うん、か言いたいことも言うてはるし、今はね、うん、だから放送も見聞きしてるので、私がこういうこと言ってるのも知ってるんですよ。 あともみさんこの間ラジオで言うてはったねって言われるんですけど、でも心広お母さんはね、全部言うたら今日全部ほんまに言うたかった、ネタやから、そうそうそう、そうですネタやからね、ネタやから、ね、やっぱり持って言わないとお母さん、そう、ね、すごい、だいぶ言わせてもらってるんですけど、まあ、嫁衆と裏の人って面白いですもんね、聞いてるもんね、やっぱりね、実はあれだ、結局一生体験することないから、嫁衆と言うたら、うん、ないか、あ、そうか、うん、ない、でも、まあ、もう終わるもん、だから分かれへん、私はあるかもしれない、それもちろんありますよ、ね、そう、うん、頑張ってください。だから気使ったら負けやし、うん、気使うだけ意味がないなと思って、うん、こう勉強はさせてもらってます、うん、いろいろ準備はさせてもらってます、ね、いやいや準備だけ早いです。あとあの座布団に座り方とか、最初にほういきなりこうバンって立って座ったらダメ、はい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 、にじって座るみたいなそういう練習はしてます。そういう練習いらないじゃないですか。それいらないと思います。座布団に正式な座り方ってあるんですよ。いやだからあの彼氏の言うたら彼氏とか結婚する人の相手の家に行った時に、最初行った時に、最初に行く時、座布団にどうやって座ったら育ちがいいように見えるかみたいな、うん、座らせていただきますって言って、最初違うとこにちょっと膝ついて、ずれて、そんで横にシュッと、いや違う、膝でにじって、にじにじって、にじにじって、にじって、僕さ、お母さんやったんですか、にじった、にじりました、やっぱり最初はね、最初にじりましたから、あ、そう、全然知らん、どうぞって、どうぞ座ってって言われても、ほんなら座布団の上に座って、いきなり座ったらダメなんですね、面接みたいな前な、いや、そうですね、そうですね、にじり、だからもう畳のそのまあ、へりを踏まないとかね、そんなもやっぱ見てますからね、そんな、今もあってんの、そんな、いや、まだわ、な家、その京都の家とかやった、家やったそうです、古いね、うん、ところはありますよ。ただわかんないです。これから私がもし誰かと結婚するときに、もしかしたらもうこの年やから、うん、はい、お姑さんも一緒ぐらいの年かもしれないじゃないですか。ん？え？どういうこと？どういうこと？めっちゃ年下と結婚したらってこと？この場合はそんなそこまで気にせんでもいいかなっていう。いや気にした方がいいよそれ。義母とタメ口が聞けるみたいな。タメ口聞ける。もういきなりなんか友達みたいな。かもしれへんから、それで、ね、楽しいですね。そういう時はにじらんでいいかな、うん、そういう時はいやどうやろう、そっちの方が
気使った方がいいと思うね。いや、自分の息子が、ね、自分と同い年の嫁連れてきてってなったら、ね、いや余計いや、ね、いや可愛く育てて可愛いもんで育つ、ね、当たられると思う。そんな気する。そうで、そんなきつ当たんのよ。いや、ほんでまた仲良しな年上やねんって、また綺麗な年上だったら殺しちゃったしあるなと思うけど、そんなさ平凡平凡より下の なんで、いや自分の息子がもし連れてきたらしゃべるからさ、お母さん。やばったんやでな。お母さんすいません、お付き合いさせてください。これが来たらお母さんですね、やっぱり。お尻でよろしかったですか。ちょっときつく当たりますね。ねえ、そうですね、ごめん、ちょっと気づかないするって。なんなんそのメガネのフレーム、なんで青なあん時。いや、そうやな。いや、顔がちょっと顔が明るく見えるから、お手が連れてきたからじゃ青いフレームのやつね。ちょっとびっくりしますね。やっぱ銀縁でいいんちゃうって言います。それはね。だから嫌やな。それは嫌や。そうやって。そうね。当たられますか、やっぱりどないしても。いや、そうじゃ、私だっておばあちゃんが死んだ時に、はいはい、やっぱめっちゃ覚えてんねんけど。お母さんはそんな悲しそうじゃなかったんが、すごい、はい、あだからもう姑さんやった場合ね、そうその葬式で、姑の関係でね、うん、なんかやっぱそんなやっぱ悲しそうじゃなかったから、やっぱ子供ながらなってその時思ったよ、うん、子供ながらに、あそこまで、まあね、自分の親よりは親を超えることはないでしょうね、うん、きっと姑さんでした、一緒に住んでたからやと思うんですけど、いやうちも一緒に住んどったよ、あれやめますこの話、住んでたから憎くなったり好きになったり、そうですよね、情も映るところもあるけど見なくていいとこも見れちゃいますもんね、やっぱり住んでると喧嘩してたけどめっちゃ泣いてると思ったら、やっぱり家族なんやなって思って、涙流れてました、めっちゃ泣いてて、なんかもうこっち引くぐらい、そう、いやそれじゃ喧嘩できてたからちゃう、多分うちのおかん、うん、喧嘩はしてなかったもん、だから全部我慢してたと思う、我慢してたんですよ、それは泣きませんわやっぱり、うん、私は泣きたいから、亡くなった時に泣きたいから練習してるんですよ、その理由はあんま言わん方がいいですよ、ね、私泣きたいから気ぃつかなと言わせてもらいますわ、あんた死んだ時泣きたいからまあ、絶対それ言わん方がいいっす、お前でも泣いててもある嘘泣きやなって思ってまうやん、いやそれで、そう、まずは嘘泣きやって歌った時点で、そうやねほんまに、聞いてはるんですよお年玉大臣が聞いてます、いいね、そっちも聞いててもいいね、お母さんがもしお母さんの耳に入らんことを願うんで、聞いてるやろお母さんも、お母さん聞いてますわ、絶対聞いてます、ほら間違いなく、でもこんだけそうやって聞いてはるの分かってて言えるってことは、そうそう、いやこれは、ね、そうやね、仲良い証拠ですよ、でも全然だけはやめてって言って、あそうやね、今これメッセージ何がええか言っといたら、私どっちかって洋菓子の方が好きなんで、洋菓子、はい、だからお汁粉はすいません、あんまり好きじゃない、洋菓子に下げてお願いします、洋菓子より現金が好きです現金が好き現金はやっぱ息子にしかあげる、そうそうそう、そっちでね、まあ、そうそう、そこはもう諦めましたね、はい、ニュースに行かなあかんからニュース行くわ、じゃあ行きますか、そうそうそう、はい、わかりました、では最初の気になるニュースはこちらです、パソコンがない時代どうやって仕事していたのが大反響、パソコンがない時代ってどうやって仕事していたのという若い世代の素朴な疑問を投げかけた投稿が話題になっています、そりゃ手書きで文書を作り電卓を弾いて見積書を作っていたなとアナログ世代は郷愁をそそられています、とこういうことでございます ね、うん、パソコンがない時代確かにどうやって仕事していた、パソコンね今やねもうないと仕事になりませんからね、なんでそんなちっちゃい子に別にええやん大丈夫大きい声で大丈夫ですよ、なんかお腹が急にいてる、うんこしたいねん今ねぐるぐるって大きい音になって急に行ってきてください、急にびっくりした、ね、すごい早いじゃないですかよかさんおるからいけると思う、え大丈夫、ちょっとびっくりしました、今ちょっと早すぎてすごいわ、ね、さっきはできて、でもやっぱりテレ女の子やねんな、お腹痛いって言ってやっぱ用意わんっていう、ね、そうね、ちゃんと相方にペンで、ね、ペンで書いて、そう、ね、カンペ見せるように、そう、ダイブメッセージみたいな、何かなと思ったわ、私もって書いてます、いや私なんか読むの間違えたかなとか思ったら、ごめんなさい、そうでしょ、いらん心配かけたなとか、いらんこと言うたかなと思ったら、そうそう、ね、思ったらごめんなさい、ほんまお腹痛い、お腹痛い、いや可愛い、お腹痛いって感じです、ほんまに痛い時の字やな、ね、そうですね、ほんまに痛い、でも多分お尻押さえてたから
質圧が全然ないですもんね。そう、僕はいらない質圧濃い方やのに。いや、何食べてんの？いらんもん食べたんちゃう？食べたんすかね。大丈夫ですか？こんなことしょっちゅうなんですか？いや、初めてやわ。本当ですか？ほんまにもうだって4年5年ぐらい やってますけど初めてですよね。いやだ、なんか責任感じる。いや、昔の番組でもないで、おトイレ途中本番中行ったことねえ。そうやった、ね、え、確かになんかよう食べてましたもんね。でもケータリングね、ばっかばか食べてて、うん、ケータリングならいいんですけど、なんか私のどっけが強すぎて。違います、大丈夫ですか？すごい反省しますけど関係ない。大丈夫。いや違う、でもやっぱり痩せてるから、はい、文川さんが、はいはい、私もやっぱちょっと出して痩せない、はい、あ、思ったや、石原の遺伝子か、そう思ったんちゃう、やっぱり。本当申し訳ない。やっぱ栄養を取りすぎてるっていう。でも私もめちゃめちゃ食べるんですよ。燃費が悪くて私もすぐお手洗い行くんですよ。いや、だからそれがいいんですよ ね、 そうね、多分もうすごい、まあ、新陳代謝がいいというか、うん、ね、燃費が悪いというか。でもだから栄養がまだ取り切ってないのに出してしもてるってことやろ、食べたもの。多分養分が残ったまま出てるんだ。そういうことやね、はい、ぐらいだと思います。太ってるのに読んだら本番中通り今後悪いですね。あのね、はい、どうします、まあ戻ってください、これ行きましょう。そうよね、パソコンがない時代にどうやって仕事していたのかっていう、そういうのが、うん、で最初のパソコンっていうのが1995年に Windows95、うん、これがまあ日本にパソコンが普及し始めた、まあ、最初なわけなんですよ ね、 すよね。そうなんです、95年なんてついこの間ですもんね、うん、考えたら。いや、そんなそれまで確かにあんまりネットでそんなみんなブログ書いたりもなかったですもんね。そうなかったです、ネットで調べようみたいなのがなかった気がします、うん、95年にインターネットっていうものができたっていうことじゃ。そどうなんですか、インターネットができたのはまた違いますね。もうちょっと古いんですけれども、もっと前で、そうそう、で、でもみんなそんなすぐそれ用にそのパソコンができたのが95年ってことか、うん、パソコンが普及し始めたのが Windows95 が日本にやってきたって、まあ、騒いだのは私かすかに覚えてるんですけど、はい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 ね、ニュースでめっちゃ見てましたもん、ね、みんな並んだりなんかしてましたもんね。それが95年だった。ただうちらほんまにまだ全然そういう知識のない頃やから、何を大人は Windows で95年だって何ができるんだろうって ね、 ね、分かんないぐらいでしたもんね。だから結局この95年以降に生まれた子なんかはもう最初からパソコンがあるから、うん、これなしでどうやって仕事してたのっていう素朴な疑問っていうことやろ。今やもうパソコンないと仕事にならないですからね。今日もちょっと無線 LAN の調子が悪いですっていうのが一斉で連絡が来たんですけど、本当仕事にならないんですよ。何にもみんなもう、どうする、帰るぐらいの、つながれへんからインターネットが、うん、大変失礼いたしました。帰ってきました、ね、戻られましてよかったです。大丈夫ですか？全然大丈夫です。結構早ない。でもはい、あのもっと時間かかるタイプですか？うん、なんかそん早と思った。おしっこぐらいやん。いや、私結構長いなと思いましたけど。うん、いや結構喋ってましたよ。でそうですよ。うん、結構喋ってましたよ、はい。あれより時間かかるんですか？かかるな。そう。あのいやっていうかだから、はい、分からへんけど、めっちゃ綺麗にせない嫌やねん。ああ、石原さんが汚いってこと。いや、やめなさいよっていうわけでもないから。すっきりしたいっていうことですよね。すっきりと、もう、はい、後始末がね、後始末がもう、あ、もう絶対つけへんようになるぐらいまで綺麗にせないやんね。もう血出るんじゃないですか。だからほんまはだから家ではシャワー浴びるもん。あ、ね、わかります。え、全身、うん、あの家です。ウォシュレットじゃなくて、私ウォシュレットか、うん、あ、そうや、そう言うてましたわ。だからもうそのままね、もう全裸で、もう全裸でトイレ行って、そのままシャワーに行くって言ってましたわ。それで綺麗にならない。大変。でもそうやない、なんかすっきりして、だから外で極力やりたくない、我慢して家まで帰って。それはもう服が、服とかシャワーを浴びたくなるから、そういうの残ってる感が嫌やん。ウォシュレットでもダメなんですか？ウォシュレット、いや、ウォシュレット自体がもうなんかダメ、なんか分からへんの、出てくるとこも。みんなやめようや。お食事中の方もいらっしゃるし。お前のせいだよ。石原さんのせいだ。ごめんなさい、本当にお腹痛いって書き残して。すごい可愛い文字で、もう筆圧のない、ほんまに痛い時の字やない。もう耳のようなあ、どうしようと思って。可愛いと思いました。行きたいと思ったらすぐ行き、もう、そう、本当そうなんですよ、ね、最近。いや、でもそれ言わないところが可愛いなと思って。そうやな、ね、え、そろそろ行っとこうかみたいなじゃなくて、一番言いそうやのに、行きたいと思ったら急に、なんか私が間違えた、読み間違えたかなと思って、何、ね、だろうと思って、びっくりしました。可愛い字で、なんかいまあ、よかったね、よかった、本当に、ね、申し訳ございません。すっきりしたから結構喋れるんちゃう。
あ、全然ごめん、パソコンがない。そう、そう、これえ、もうワープロの話は終わりました。ワープロの話は終わりました。まだ行ってない、まだ行ってないんですよ。あら、お腹痛い話で盛り上がっちゃった。そうそうそう。でもうちらってあんまりね、そのね、パソコンとか使う仕事じゃないから。いや、わかる、ね、うん、調べたらネタ書くときは、あ、手書きなんですよ。あ、手書きですか。で、喋りながら。そうなんです。なるほど。提出せなあかんときが、はいはい、アンケートとかたまにあるので、そういうときはもうでも携帯で普通にメール。せやな、私もアンケートも携帯やな、ね、うん、パソコンで打つことはまあないです、ね、確かにメールとかない時代はどうし、めっちゃ手間ですね。郵便とかやろ、ね、ファックス、うん、ファックス、ファックス、あ、でもファックスか、ファックスです、ね、ファックスの最初見た時、出てきた時すっげえ不思議でしたけど、思いました、ね、なんで違う、そう、出てくる、まあ、そうな、どこを飛んでどう来たのっていう ね、 感じしましたよね。あれも不思議でしたもん。でも一気に、ね、普及して世の中のこととか世界が本当に小さくなったっていうかね、地球が小さくなったぐらいいろんなことが分かるようになって、いまだになんでか説明できひんから、魔法みたいやなと思って。ファックスが、ファックスもネットも写真とかもビャンって飛ばせるでしょ。不思議です。すごいですよ ね、 なんかテレビ電話なんか絶対できることないと思ってたのに、テレビ電話も海外でも今タダでできるもんな。そうですよね、海外とね、タダで電話、 LINE 電話もそうですけど、無料ですもん ね、 ね、不思議です、ほんまに。びっくり、本当。それをシステム分かろうってするのがすごいわ。え、なんでやろうと思ったらもうわーってなるときないですか。わかめやおえで、そう、答えないから。わかるわけないやんか、ね、そう、なんか痛らんねん、そういうのやったそんなコマ超能力なんちゃうかって思ってまうとき。誰の、めっちゃおらかね、そう、誰のってなるで、誰かの、ビルゲイツ、ビルゲイツ、ビルゲイツが一人でやってくれてるの、一人でビビビビビすぎるぞ、ね、それは儲かるわな。忙しい、ものすごい働いてるわ。 そんなができて儲かるようにならないとダメですよね、やっぱりね。そんな仕組みがわからんわとか言ってたらダメなんですよ。それを作る方にならない、もうあれですもんね。そう、すごいと思う。でもわからんけど作ったん。いや、だって Windows その95を作ったんが、いや、でやけど、こういう仕組みを作ったんがまず命令したんはビル・ゲイツやけど、作ったんは違う。ああ、そう、頭いい人だから、まあまあ、発想はな、はいはい、思いつつ、まあ、頭脳者は別におるよね。そうやな、だからやっぱり、うん、技術者というかね、そうやな、でもそう、やっぱりそれついていこう、この人にって思わせるカリスマ性もいるもんな、やっぱり、うん、ビル・ゲイツに。しかももちろん全部分かってないと、それは ね、まあ、そね、命令もできませんから ね、 そうね、ジョブズだってやっぱジョブズが分かってるから。そうですよね、もちろん、きっと、うん、そう。でもジョブズが亡くなったんやったっけ。亡くなりました、はい、アップルの人やろ、アップルの人、そやな。ちょっとだからジョブズ亡くなってからアップルちょっとそこまでやもんな、ね、やっぱそうだ、カリスマ、すごいカリスマの、だってこのリンゴちょっとかじってるマークも、この発想か、なんかもう ね、 ね、そうですね、天才の発想じゃないですか。自分の会社にマークつけるとして、このリンゴをちょっとかじった、かじる、それなんでかじってんの。あの禁断の果実を、これちょっと怖い説ありますね。アダムとイブがかじったところか、え、何バイトって、1バイトとか、はあ、バイトにかかってんすか。あ、それでそっちなんや、あ、そう、アダムとイブ、アダムとイブって言ってた、そう、だから言うたら禁断の果実をもうネットとか SNS をもう人間にとって禁断の果実をかじってしまったみたいな意味やと思います。いや、まあでもいろんな意味、そのバイトにもかかってるのも天才っすね、ほんだら。え、なんでそれ知ってるんですか。有名な話、どうせ喋るなら大きい声でいいじゃん。いやいや、ほら、向川さんに捕まりましたよ。そんな小さいね、柏木さんと向川さんに捕まりました。柏木さんもですか。柏木さん、ちゃんと球振ってねって作家さんに噛みついたよ、今と柏木さんと向川さんに。ごめんなさい。いや、そういう意味があんの、いろいろあんねんの、知らなかったわ。この前誰も知らなかった。いや、知らん、1バイト、で、私今分かってるふうにしてますけど、1バイトはーってみんな言ってるけど、どういうこと、かじってる1バイト。いや、じゃあ英語なるってんやろ。バイトが何かが分からない。アバイトが何かが分からないですか。はい、でアルバイトとかちゃうで。違う、びっくりした、今の動作何、そのバイトいや、じゃあ英語英会話する言ってたよ。言ってたけど何、え、どういうことですか。バイトって噛みつくとか、そうそう、噛むの動詞やで、だからバイトっていう、はい、英語ね、イートじゃなくて、それ食べる、食べるやん、食べる、イートしか習ってないもん、バクバクって食べてるのがイートしか習ってないもんだって。バイト習ってないの。習ってないんすよ、バイトなんて。習ってるって、習ってるバイト勉強しましょうやの時に言うたら、いや、言うてたと思うよ、学校でも普通で習うて。全然聞いてなかったわ。
そっか、みんなすごい知らんかった、そんな、そんな、いや、この意味がねすごい、そっちもかかってたね。まあ、いろいろなとから言おうみたいなでも言えるやん、そんなんでも理由、そうそう、結局ね天才じゃないやつって言うよな、後付けばもしれない、やってるんですよ、そう、分かっててやってる、でもビッグアップル、ニューヨークでビッグアップルから来てるかもしれんよ。まあ、そ、じゃあそうかもしれないですけど、じゃあいいけど、ね、アップルパイがな、アップルパイが好きで、好きで一かじりしちゃったみたいなとか、うん、いや、そしたらアップルパイの形になってますよ、うん、これもうリンゴ製だから、それほんまにリンゴなんですかってのは分かれへんよ、そうそう、洋なしかもしれへんしさ、洋なしではないわ、洋なしはもっと長細いです、アメリカのコメディでありましたよね、洋なしをかじってる風にしてたから、これをパロディにしてる、なるほどね、そうそう、おしゃれと思って見てましたけど、ほら、これどうか20世紀なしとか、ね、なし香水とかのね形ね、あ、そうやな、やっぱり日本のなしの、うん、いや、だから会社の名前がアップルや言うてて、会社の名前がアップルや言うてる、これがナシや言うて、そう、いや、だから分かれへん、ナシかもしらんやって、天才のアップルやからリンゴやって、これは絶対リンゴ、間違いなく、そう、間違いなくリンゴって、はい、会社の名前がアップルやで、もう青赤青りんごか赤りんごかしら、青りんごイメージ赤ちゃう、多分赤や思うよ、いや、どうやろう、でも青りんご多分タイムスリップして子供の頃の自分らにこれ見せたら絶対に思想脳炉の絵って言いますよ、あ、リンゴかじって血が出ないみたいな、昔それやったでしょ、キャッチありました、ね、コピーがね、でも今はもうリンゴかじるといえばアップル、変わっていくね、時代は、時代は変わりましたね、なんかいいこと言ってるように、はい、なんかね、締めようとしてるけど、そうそう、この、いや、でもお知らせがあるんですよ、あ、はい、そうなんです、お知らせがあるんです、これうっかりしてました、そうですよ、これを言わなかったんです、そうなんです、うん、3月1日の日曜日に、あの、毎年ね、アナウンサーってあの琴ノ葉の朗読公演をしていたんですけれども、ね、物語の世界2020が、あの、このね、騒ぎの新型コロナウイルスの感染拡大のために、はい、残念ながら公演中止ということにさせていただきました、うん、購入いただいたチケットにつきましてはお買い求め先のコンビニエンスストアまたはプレイガイドで全てもちろん払い戻しをさせていただきます、うんうんうん、でその、払い戻しの期間なんですが今日から2月28日金曜日から3月31日の火曜日までとなっております。この期間が過ぎてしまいますと払い戻しができなくなりますので、この期間中に払い戻しの方をよろしくお願いいたします。28日今日から3月いっぱい3月31日までです、うん、でそれでですね、うん、せっかく私たちも練習をしたので、うん、皆さんに少しでもこの公演の雰囲気朗読の雰囲気を味わっていただきたいということで YouTube でおなんと朗読の一部を生配信映像を生配信させていただきましたね。そうそうですよ。午後2時からあの上映をしようと思っておりますので生配信をしようと思っていますのでぜひあのチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。3月1日に行いますので。これはどうやったら出てきますか、毎日放送の MBS アナウンサー琴ノ葉っていうふうに検索していただきますとホームページありますのでそこから分かるようになっております。ぜひあの生配信の方でお楽しみください。させていただきます。はい、すみません、ありがとうございました。はい、あ、何かアップルが来ましたよ、お知らせ。え、アップルの、アダムとイブがの説もあるし、バイトもあるし、はい、やっぱバイトもあるんや、かけた部分がある、完璧ではない、そうなんて噂がありましたが、はい、どうやら全部後付けです。やっぱり後付けなの、うん、いやでもこのロゴの生みの親、はい、ロブヤノフ氏はみんながサクランボと見間違えないためにリンゴです。そう、かじった形にしたみたいよ。ああ、そうなんだ。もうめっちゃ有名、ね、有名ですよみたいに。知らんけど、知らんけど出すの遅いですよ。全部後付けやっぱりね。お前ら知らんのみたいなドヤ顔で、カンペ出し、カンペ出してきやって。すごいわ。天才はもう。なんで知ってんのと思ったの。ひらめきで。ただでもそ、ね、そこがじゃあかじってなかったもサクランボには見えんわ。それはサクランボやったらやっぱ2個ね。2個ね。うん、だそれこそ。後付け、後付けなんちゃうかな、かもしれない。本が大きくなってきた。もう終わりと、すいません。ううチェリーに見られたら嫌やって、すごい。そうやな、お前はチェリーじゃないぞ。チェリーじゃないんですよ。以上、ナジャジャジャーナルのコーナーでした。向井アナウンサー、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。
気持ち新しいやつやった。新しいやつやった。会いたい。会いたい。何言ってんの私。でも書き残した言葉はお腹痛い。一番痛いことそれやった。今日一番人に伝えたいことそれやった。さあメッセージいただいてます、はい、ラジオネーム鈴木鈴子さんからいただいてます、はい、大阪市阿倍野区の方です、ナジャさん石原さん山井さんこんばんは、はい、何もかも忘れさせてくれる雑談力で免疫力を育む楽しい放送今日もよろしくお願いいたします怖い、ね、私は昨日の夜に取りだめしているチキチキさんの京都の番組を見ていました、うん、ありがとうございます。その週はいろんな体験レッスンを受けるという内容でチキチキさんが天井から吊るされた布を使うスリングヨガの体験レッスンを受けていました、はい、私もヨガに行ってみようかなと思っていたので関心を持って見ていたところ宙吊りで逆さま状態の石原さんが背後に立って見守っていた先生の顔をめがけてブッとおならをしてしまっていました。あやはりヨガではおならが出てしまうものなんだとヨガへの関心が消えました。それは待ってください。でも腸の活動が良くなるからいいのかしらとも思ったりしています。それにしても石原さんあのタイミングでおならなんてさすがですね。それでは今日も録音しながら聞いてます。出ちゃったんです。あそう活発に食ってそれヨガで活発になったから絶対そうやと思う。なんかもうすごい逆さまになるのにみんなの手を借りてたんですよ私、AD の男の子と、はいはいはい、で先生がもうよいしょーって言って、はいはい、私もだからすごい力入れてよいしょーって上に向いた力気張った気張ったっていうか力んだ力んでちょうどんですよいしょって逆さまになった時に出てると思って止めようと思ったんですけどプッて出てしもってちょうど先生が私のお尻のところに顔があったんですよ。あそうどんな匂いしてんやろ。めっちゃのけぞってはりました。いやそらそらはなうわって言ったうわうわそう恥ずかしいし頭に血のぼるしで顔真っ赤っかになりましたよ。やっぱちょっと恥ずかしいそらそうですよ。いやそらそうちゃいます。人前で石田さんだってあんまりおならをこくのよしとしてないですもん。あそう私絶対しないです。なんか同棲してた時も、うん、もうほんまにしないようにしてんねんっていうのを聞いてました。あそうなトイレでしかしないです絶対に。あそう好きな人にもそう聞かれるのも嫌やしその努力人にも嫌水の泡ですよ、ね、テレビでブーッつって結構な音になったんじゃ結構な音になったんですよ聞こえた聞こえた。やっぱりそれはやっぱ放送すんねんなね、やっぱり乙女心分かってないっていうかさいやそう文句言うけど元気的には美味しいでも美味しいやん。いやそれやっぱちょっと美味しいなと思うわけ。あもう見てからはみんなが面白かったよって言ってくれたらもうそれで浄化されますわ。匂いなかったんやろそんなに。いやそれがあの、ま、そのロケ結構長くて、うん、前の現場からずっとなんかお昼食べられへんかったんですよ。で一緒に出てる女子アナの子と岩見とうちら3人で移動してたんですけどお腹減ってしゃあないなって、うんうん、ちょっと内緒スタッフさんに内緒で私買うからコロッケ食べようって言って、うん、コロッケこうで食べてたんですよ、うん、内緒なって言ってたんですけどもう思いっきり芋の兵でした。芋の兵言うな芋の兵か芋の兵って久しぶり聞いた。まあええんちゃ芋の兵やったらねね、卵のそうそうそう卵とかよりなんか全部バレて卵の兵も芋の兵もあんまない気がするけど。いやそんなことないわ。いやそんな卵の方があれでしょ硫黄の匂いの時に卵が腐ったような匂いっていう例えやから卵が臭いみたいな。何の匂いなんじゃ何を食べたらあの硫黄の匂いになるの。いろいろあれは卵が腐った匂いやから卵の兵の匂いじゃないですよ。何の匂いなんじゃ何を食べたらあの匂いになるの。たまに人間から硫黄の匂いする人いないでしょ。硫黄ってだいぶ臭いですよ。でもあんな匂いする時あるやんな。だいぶたくあんやと思うねんけどちゃう。あでもあれってたくあん自体がすごい匂いじゃないですか。真面目に答えていいですか、うん、何野菜とかが不足して悪玉菌が多い時ちゃいます。あそうな絶対そうだと思う。だからヨーグルトとかいやでもヨーグルト飲んでるけどたまにあの匂いする時あってそれをだからたまに恋しくなんねあの匂いが。でも最近嗅いでないなってそう、うん、マジで、うん、ほんならお野菜とかヨーグルトをやめたやめなんでやめたかおかしいやろ。入ったらいいやその匂いなんかなんかすごい匂いの時あるわ。どれやよそれ。でも別にゆで卵食べたからとかじゃないでしょ。多分ないんかな。ゆで卵食べます。ゆで卵食べる結構結構食べるんや、うん、じゃあそれちゃいます。わからんけど。いやでも最近だからそれないねん。食べてんのにゆで卵食べてんのに、うん、そんなゆで卵食べます。ゆで卵は新幹線乗って絶対食べんねん。絶対食べる派なんや、うん、そう、うん、なんやかよってね。また新幹線でそのゆで卵食べたことないんです。マジでゆで卵食べ、はい、だいたい2個入ってるやんあれって。
あれ横目で見るだけですわ、売ってんな。え、マジで2個とも食べるんですか？2個ともいっぺんに食べる。ゆで卵好きな人。あとは、ね、春日井のグリーン豆美味しい。すげえな、昭和の人やな。新幹線絶対アイスクリームとか。いや、そうなん、食べん食べん。グリーン豆懐かしい。車でガーってカートで売りに来る人とは喋れへん、はい、もう何も買えへんが。さっき買って、あ、もう買っとくんや。私コーヒーぐらいそうだから、あのカートの。いや、もうコーヒーも飲めへん。あとチーカマ、食べへん。チーカマス、石原さんチーカマス好きやね。チーチクとね。さあ、こちらメッセージいただいてます。ラジオネームバンクーさんからいただいてます。いや、私の方です。皆さんこんばんは。土日の通勤のお供にラジコで聞いています。先々週の放送で石原さんが大学で訛りに気づいたと言っていたので、どこの大学行ってはったやろうとウィキペディアを見たら、石原本人がエゴサーチしたところ、クソ豚デブメガネと呼ばれていることに悲しむ、かっこ MBS 夜帯ナジャグラニーバルレッツゴーフライデー2020年2月7日放送にてという概要が早速更新されていて、すごい、すごい、思わず吹き出してしまいました。恐るべしウィキペディア。すごい。それとも石原さんご本人が更新されましたか？なわけない。マジで？いや、もうそうなんや。早っ。ウィキなんか、自分のウィキってなかなか見ないですよね。誰がやってんの？わかんない。だから誰でも書き込めるらしいですよ。はい、どんどん更新されていくんでしょ。だからこのリスナーさんで、熱心なファンやろな、石原さんの。ね、おったことないです。私書いてますねん言う人に。おったことあります？いや、ない。書いたことあるんです、ナジャさんのウィキにって。そうやね、おったことはないねんけど、これでやっぱちょっと間違ってはんねんな。クソ豚デブメガネって、あ、そう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 、石原さん言われたらクソブス豚メガネ、どちらでもええわ。いや、クソ豚デブってだから2回デブって言われてでもそれがやっぱウィキペディアやねん、はい、やっぱほんまのことを書いてないもん、あんまり。そう、ね、そうなんですよ、あれ自分のやから分かるけど、うん、だからインタビュー受けたりとかするときにめっちゃ知ってますよって言って、向こうが言ってきはった情報がウィキに載ってて、まあ、嘘のやつやったら、まあね、あ、この人ウィキ慌てて見てきはったやなってちょっと思う時ありますね。まあ、でもそれしかないもんな、情報が。まあまあそうですよね。一回、怖いと思ったのが、あの出身地間違ってたんですよ、私最初、岡山県は追ってるんですけど、町の名前が間違ってて、誰がこんなん書くんやろうと思ったら、ほんま新見市やの、新っていう新見市じゃなかったから、でなんか戸籍みたいなの取り寄せたことがあって、なんかパスポートかなんかで、生まれたとこそこやったんですよ、私知らなかったんですけど。怖っ。え、本籍みたいなとこだから、そういうこと、出生地、あれ本籍はそこになってる場合は多いやん。生まれただから病院がそこの町で、病院の住所がそこの町だった。そう、誰と思って。親ちゃうの？ほんまや。いや、親もなんでこんなところになっとるんやろ、まあ、あんまり親書き込む人聞いたことないけど、まあまあそうやな。いや、熱心なファンちゃうじゃん。でどっかで怖い、生まれた病院まで調べる。だってどっかで怖いって言ったら治ってたんですよ。え、今も治ってんの？あ、そう、新見市になってる。新見市になってる。怖ないですか？どっちにしてほしいの？え、新見市でいいです。本当にもう、もしそこをそれで書かれてて、お仕事でそれを見てね、その町の方が、うん、お帰りなさいみたいな、うん、呼んでもらったらめっちゃ困るじゃないですか。あ、まあそうやな。あ、まあ確かに確かに。たまにあるんです。出生地だけがそのどこ別の県でっていう人がたまにこう営業で、うん、あの呼んでもらって、何も考えずに行ったら、お帰りなさい誰々さんみたいな横断幕があって、困ったわみたいな、嬉しいけど困ったわみたいな時々聞くから。新見市やな。新見市です。うーん、怖いな。そっか、それちょっと怖い。だって自分がどこの病院で生まれたかパッて分かんないですよね。いや、分かれへん、どこに生まれたか、ね、親に聞かな。分かれへん。でも多分それは戸籍みたいなのに書いてあることがあるんじゃない。私書いてたからびっくりして、それで分かって。病院で生まれたかも分かれへんやん。え、私？いや、みんどうか、家、あ、家、そのなんか、家はね、家で、ね、さ、さんばさんとかいてるわ。そうそうそう、実家でね、どこで生まれたか知ってます？知らん、どこやろう。でも多分日本。それはまあまあ、それはそう、違うかもしれん。しょうめちゃくちゃドヤ顔やった。そう、ドヤ顔で日本。でも私のウィキペディアで一個喫煙者って書いてるとこはほんま消してほしい、はいはい、それなんでなんでしょうね。何を思って喫煙者と思ってんやろと思って、一回も吸ったことないのに。じゃあそこ誰か、あの、でもあれ勝手にそれ見てなんかホテル取って、あの喫煙とか取って言ったりするから、はいはいはい、あの、すいませんっていうの言いたい、すいません、うん、すいませんっていうの言いたい2回ね、すいません、すいません、すいません
誰か直せる方また聞いてくれてて、そう喫煙者って書かれていやらしい本人は一回もしたことがないっていうのは ね、これが書かれてたらすいませんすいませんとのことって書かれますよ。だってこれお前このラジオ聞いてる人が書き込んでくれてる率がもうかなり高いってことやから、ね、クソブタブデブもやからね。そうなのでそこ直していただきたいです、ね、誰でも直せんねやろ。わかんないです。私でもやり方わかんない。直すことができないですよね。更新は多分できるんですよね。あ、そうな。あれってか多分あずっとあそう間違った情報はずっとそこれを消したいなって本人が思ってもその本人は消せるのかな。じゃあそれ消さず矢印してこれは嘘ですとかって足していかなかった。足していかなかった。でも本人かどうかだって、いや違うね。だから書き込んだ本人しか消されへんと思うね。これ多分あ喫煙者って書いた人がこれを聞いてたら消せるけど、そう、ね、そう、ああそういうことか、ややこしいな、はい、そうナジャさん自身が書き込んだことじゃないんやったらナジャさんのこと書いててもナジャさん本人が消せることはできなくて、うん、書いた本人しか多分ううそうそう。ちょっと詳しい方ぜひ ねすいませんすいませんと書き加えてすいませんねやと、うん、書き込んでくださいお願いしますね。はい、じゃあそれではメッセージありがとうございました。ナジャと話そうピンポンピン。このコーナーは私たちとお話ししたいリスナーさんと電話をつないでお話を聞くだけのコーナーです。今日電話がつながっているのは何をやっても太れなくて困っているという見た目は韓国俳優系のラジオネーム勝俊レインボーさんです。しも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 。どうもナジャです。どうも勝俊レインボーです。勝俊レインボーさん韓国俳優系なの。かっこいいですよ、ね、え、です太りたいねんって。ね、太りたいねんって。でも男性でも確かにこのさっきの向川さんと一緒やな、うん、食べても食べても男性は特にちゃいます。身長と体重あほんまや、うん、どれぐらいなんですか。ですね、身長が180で、うん、体重がね調子いい時は60なんですけど、うん、頑張らへんかったら57とかですね。細180でそれはだいぶ細いですね。確かに。あそう頑張ってるんですけどね。頑張ってってどう何どう頑張ってんの。ね、ご飯に大盛りでお茶碗3杯とか4杯とか、うんはいはいはい、食べたり、うんね、お菓子もいっぱい食べたりなんかつまみ食いして完食あんましないんですよね。ああそうそれでも太れもう体質なんかな。完食せえへんからじゃます。いやいや好きな食べ物なんですか。好きな食べ物ですか、うん、最近お餅好きですね。いやお餅って結構太んねんけどな。だから1日に何回うんちすんのっていう毎回しますね大概。だから1食ごとに3回ぐらいしねんな。だからお前お母さんが言ってたやつや。そうやな、いいやもう燃費がええっていうか、はい、羨ましいわ。そこでね、うん、そのねナイスバディをね、うん維持されてる3人にねどうやったらねこのスタイルをお前嫌味やろ。ちょっと笑いながら言ってたかったんですよ。いや一番のナイスバディの本なら石原さん、ね、私かい。いやまあ痩せたんちゃうでもいいじゃん。同じものを毎日食べ続けたらてきめん太りますけどね。あのいやどうやろう、ね、でもねカレーパンにハマって毎日いろんなカレーパンをもう 3,4 個いろんな店のカレーパンも油っぽいもんな言うたらずっと食べてたら気付いたほんま5キロぐらい増えてたことありますわ。気づかん間に。私はコストコのマフィン、はい、あーでかいしょ。コストコのでかいマフィン、パンとかマフィンとかあの辺行ってもらったらマフィンが好きすぎてであれ冷凍庫に入れても、はい、カチカチになれへんねん、はい、そんだけ油分やと思うねんけど、はい、めっちゃシャリシャリってして美味しいねや。それをずっと食べたらめっちゃ太った。コストコのもんは確かに太ろうと思って太りたい人には結構味方かも。お菓子にしても、お菓子にしても一袋でっかいんですよめっちゃ。そう全部が大きいから、うんまあ、あのドッグフードの昔のほらあそうそうそうドッグフードの大きさぐらいですよ。スナック菓子もね、まあ、チャックついてるからちゃんと置けるんやけど、ただどうやろう勝俊レインボーは結局体質やから何食べてものような気もすんねんな、うん、ほんで多分ねそういう人あの知り合いにもいてるんですけど男の人で、うん、なかなか太られてて結局めっちゃ食べてもお腹しか出ないんですよね。ああだから勝俊さんがこうなりたいと思ってる体型にはならないんですよね。お腹だけポコンと出ちゃう。あれなんかこう筋トレやったりとかはしてるんですか。一時期ねやってたんですけど、はい、
もう、ね、腕立てしようにもその筋肉がなくて続かない。いや、わかる。ほんでジム行くのもちょっと恥ずかしいやろ。細いなってなったら半袖とかにしたくないんですわ。半袖も嫌なんだ。わかる気するわ。ただなんかわからんけど今風のような気すんねんけどな。そうなんですよ、この体型、うん、でもね、うん、ちょっとね彼女がね、うん、まあどっちかっていうと石原さんみたいな感じの人でね、ぽちゃっこね、ちょっと横に並ぶのは嫌みたいに言われてます。あ、彼女に。あ、石原さんもだから自分より体重を。いや、だからそれはどっちかっていうのは彼女痩せろやっちゅう話なんちゃうのそれはでも優しいからそれは言わへんねん、この、うん、まあだからそっちの方が早い気するわ。なるほど。どっちにも良さそうじゃん。だってもう多分勝つ年は、うん、はい、多分体質的に無理やと思うね、ほんまに。この痩せてる人が太る方がめっちゃ難しいですもんね、うん、絶対。それやと彼女ちょっと頑張ってシュッとしてもらうっていう方が。なるほどね。うん、でもね、今もねめっちゃ可愛いんですよ。だから勝さんがちょっとこうぽっちゃりが好きみたいな。それ変わってほしくないんちゃいますか。そういうことか。うん、石原由美子さんと、うん、石原さとみさんを足して2で割った感じです、ね。そら可愛いわ。ちょっと待って。そらめちゃめちゃ可愛いわ。足すも間違ってない。ちょっと待って。マジで。勝利さんがぽっちゃりが好きやねんな。ちょっとね、そうですね。どっちかというと。でも石原さとみさんと石原由美子やったら石原さとみさんの方がええわけでしょ、もし2人並んでたら。そらそうってない早すぎる。石原さとみさんは絶対ほっそりですよ。だから彼女も言うても、まあ、彼女、まあ、私ほどは太ってない。今も可愛いけど痩せたらまた、うん、だって彼女自身は多分痩せたいって言ってるタイプでしょ。で私思うんですけど、それ、はい、ね、口癖がそれぞれにやっぱ一番見た目どうこうよりなんか健康維持のためにそれぞれに合った体重があると思うんですよ。まあ人それぞれな、うん、私らが急に痩せたら多分風邪ひいたりなんやしそうでしょ。あ、まあね、痩せたいなと思って、やる気なくなったりやろうな、うん、生きていく他のなんか、うん、そう、うん、だからもう勝利レインボーさんには申し訳ないけどこう60キロぐらいがちょうど健康維持のためにもしかして一番いい体型なんかも知らんから、うん、でも男心としてはやっぱ彼女にもうちょっと太ってやって言われたらこのやっぱもうちょっといい体になりたいっていうのはきっとありはるやろうし。でも無理して、いやでもそれは彼女は一緒に歩くのが恥ずかしいって言ってんやろ、自分がぽっちゃりに見えるから、うん、はい、そこだけを解決したいのであればやで、うん、はい、それは別になんかさちょっと肉自慢みたいな あの服あるやん、大きい見えるような服とか、はいはい、ね、うん、オーバーサイズの着るとかすればいけそうな気すんねんけど、うん、なるほどね。どんな服着てんの普段。普段ですか。いや、あ、でも割とピチッとした、うん、あのジャケットとかですかね、うん、また似合い絶対スタイル、いや、まあそうやな、サンローランとか似合いそうやもんな、うん、この感じやったら。でもそれを思い切ってダボダボのやつ着てみたら。そうっすね、ちょ肩パッと入れますわ。本日おかしなことないちょっとおかしなことないお腹あたりかな。お腹とかダボっていう、うん、ね、ような服、うん、アメカジみたいな。ああ、そうそうそう、アメカジの方がいいかもしれへんな、うん、なるほどね。でも顔もやっぱ細いんですよね、きっと。もう顔も目も細いっすわ。目別に聞いてないけどいやでももう細身の顔やったらいきなりポンってアメカジも似合えへんちゃ似合えへんすよね。ああ、そうやな、うん、太ってもええことないですけどね。うん、いやだからそらそうやね、それは分かってんねん多分な。でも彼女がそらだから自分が太って見えるのが嫌やわって言うからさ、可愛いから。いや、どうなんやの、そんな言うてるだけちゃいます。いや、そうでしょ、で結局太ったやつ、そうやって太ったら痩せてって言うんちゃうの、うん、そうなんですよね、まあ、結局ラブラブなんですね。何や、何なんそれ至極真っ当なツッコミ。何やったんや結局なんだ、悩んでへんねやろ。だから多分絶対ほんまに。でも好きな方ですよ、もう重い悩みは嫌なんでしょってなっちゃった。それやとしたらもう彼女がでも例えば道でパッて倒れた時に、はい、肩や車とかおんぶぐらいできるようにはなっとった方がええよ。ほんまそうやけど、誰か言うたら誰かやってくれるでしょ。そうやね、今な、ね、みんな優しいから。そうやな、ナジャさんに言われたら頑張りますか。頑張り、ほんならちょっと優しい。なんか分からへんけど
相談やったんこれ、なんかただの後半自慢聞かされたみたいな感じになってるけど。いや、じゃ喋りたいっていう方募集やから。そうですね。相談じゃなくていいんですよ。喋りたかった。そうやな。まあそうやな。喋りたかったってな。電話かけてきてくれて。喋りたかったなんか理由いるもんな。なんかとりあえず、ね、それがこれがお悩みやったって言うけど、大して悩んでへんし、まあ悩んでもなかったっていうことだよな。いや、いつも聞いてくれてはるんですね。彼女がいてはるのに、ラブラブやのに、ね、ラジオ。そうなんですよ、彼女がね、しきじきさんのファンで。それは彼女はうちに寄ってきてるんじゃ、体型が。いや、そこまではんじゃないと思います。ルイは友を呼ぶみたいなことちゃうの。嬉しいわ。いや、まあでもよかったよな、話せて喋れてよかったやんか。ねえ。うん。本当に幸せ。喋れちゃよかった、喋れただけで十分や思います。頑張ってください。ほんまによかったやんな。そう、好きなもん食べてね、こうやって言ってる間ほんまめっちゃ羨むのはいいですよね。これでもなんか男の人と電話つながったので珍しいな。そうですね、いきなり彼女おりますね言われて、全員のテンションがちょっと一回下がって。そうやね。うん、しかもあのセリフのとこも男バージョンやから。あ、久しぶりですね、前一回確か。でもこういうさ、痩せ型の人ってさ割と大きかったりするのよ、はい、物は。そんなことない、カツトシさんは。 1,2 があれ切れた電話、電話切れた。まあええわ。じゃあもうあの喋り残したことない、なんかいい、大丈夫、言いときたいことはないですか。ナジャさんは、うん、綺麗ですね。うい、何やお前。ちょっと照れてるやん。淳ちょっと照れてはったわ。あんま言われたことないから。綺麗でも嬉しいですね。それ彼女にも言ってあげて、じゃあね、綺麗ねって言って言ってあげて、ほんなら痩せてても太ってても何でも好きって言ってくれるわ、うんうんうん、はい、じゃあそういうことでいいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ今度スタジオにも遊びに来てくれるかな。行くー、ありがとうございました。またね、バイ。何や俺それ。さあ、なんじゃとしゃべろうピンポンピンでは引き続き私たちとお話ししたいという方を募集しています。お風呂が大嫌い、なんとか好きになる方法はないですかとか、6時だよの言い方でいじってくる芸人とアナウンサーに悩んでいますなど、どんなお話でも結構です。話したいという方はお名前、電話番号、話したい内容を書いてメールアドレス naja@mbs1179.com、 ファックス番号は大阪 06-6809-9090 までお送りください。以上、なぜとしゃべろうピンポンピンのコーナーでした。そうですか。そうですか。ね、悩み言うたら言うたで募集してるのに、なんで電話してきた。悩んでないやろ。趣旨からお話しするだけのコーナーですっていうのがいいですよ。重たい悩み言うたら、いやそれも私無理やわって言うし。みんな戸惑うわ。前でメッセージ来てる。メッセージいただいてます、うん、ラジオでもちくわさんからいただいてます。貝塚城方です。石原さんのお腹痛めもください。女の子が放送中にトイレ行きたいとわざわざメモを書いたはずなのに、みんなでトイレ行ったことをずっと放送してるなんてひどすぎる。今期最高の放送ですね。よかったね。いや、それは言うたげなあかんて。そうそう、結局ね、言うてもらった方がこっちもなんか気使われるよ。急に喋れへんよなんておかしいな、ね、そう、それがなんとかごまかせると思ったやろ、西原さんは。ごまかせてもらおうと思ってそっと消えよう。でも割と早かったからごまかせたかもしれんな。かもしれないですね。でも意外に長かった気はするんですけどね。 あれメモ残してんの、ほんで。え、メモどっか行ったんじゃ分かれへん。あ、いや残したんだ、ね、記念に。そう、ないあれ、記念に額に入れて飾るから。お腹痛い、お腹痛いっていうのも。まあもうそうだから、もういいですよ、もうこれ恥ずかしいとかやもうなし。やっぱ恥ずかしかったや、ちょっと帰ってきづらかった。帰ってくる時、うん、どうしようかなとは思った。あのトイレから、うん、あのフロアを走るべきか歩くべきかめっちゃ悩んだ。あ、ね、ずっと流れてるやんフロアに、うん、あのあそうやラジオが。あ、そうかそうか、なか今あだからもうちょっと遅いなって見るまでちょっと待とうかなとかってこと。いや、なんかこれみんながパッと見て、うん、あいつ今もうしてきたんやなって。そうか、その社員の人がなって思われるのもっていうのが、うん、あそうか、男性もいっぱいおるし、はい、男性もいっぱいおることやし、うん、聞いてへんよ誰も多分。
意外にでも多分あのデスクの人らって聞いてそうやけど、ね、や誰も別に目合えへんかったわ。あそうか、聞いてへんと思うもん。だってこっからだっていつも終わって帰る時もさ、はい、誰も何にも言ってくれへんもん。いやお疲れ様でしたみたいな、お疲れ様ですとはみんな言ってくれはりますよ、ね、例えば聞いて今日あれ良かったですね、はい、あそこ あそこ あのセリフ良かったですねとか、はい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 、何にも言ってくれへん。誰も聞いてないですかね。嫌いね。うちら車やから、あの警備員さんがそう今日何とかでしたねとか言ってくれます。聞いてくれてはりますよ、ありますよ。マジで、はい、嬉しい。私下から地下2階やん、2人は、はい、私地下1階で警備員さんおるやん、はい、あ、いてはります。いや、おるよ。地下1階の警備員さんは何も言わないですか。何も言えへん、ムスッとして。そんなことない、ちゃんとおる警備員さんマジいい人らすよ。そう、あ、そう、変わってほしいわ。下から下に来えへんの、タクシー地下2階に。いやいや、1階1階1階仕事やから多分いろんな人がローテーションで、その時あの分かってんのかな、誰かかもしれない。そうかも。ナイジャさんにはやっぱそう、うちらはもうだからよくもう絶対そう友達みたいになってるから。そうそう。でも聞いてはんねんな、みんなやっぱり。嬉しいですよ、ほんまに、いつもありがとうございます。嬉しいね。じゃあ今日も運行の下りも聞かれてるわ今日は。あ、お前それ入れてくれるかさ、言われるかもしれない。こいつ行ったなっていう途中で仕事大変でしたねって言われる。さあ、ラジオネームテラさんからいただいてます。神戸市垂水区の方です。虹色レインボーの時からほぼ欠かさず聞いてるヘビーリスナーです、うん、今期ももうすぐお別れかと思うと寂しくて仕方ありません。優秀な編成さんは月一の放送は続けていただけるんですよね。期待してますよ、応援していますよ、うん、お金は使わないですけど。いや、ええよ、お金なんか使わない。お金使うとこないもんだって、ね、そこに付け足されてるんですけどね、うん、この誰のスタッフさんの字かな、うん、最近終わる番組が多いので月一バージョンあるかどうかまだ分かりません。うん、それどっちでもいいんですよ私は。おあさあ、次回のお知らせを言わなあかんから、はい、次回ジャーナルは近藤徹アナウンサーですよ。近藤徹さんのお久しぶりです、ね、そして今シーズンも番組ホームページ上にある YouTube で歌声喫茶以外はほぼノーカットでお送りするウェブラジオと今日の放送の反省会を行う動画コンテンツ今日の反省室を配信します。この番組前衛的前衛的というもののクレオパトラがお送りするピカソみたいな番組って一体どんな番組なんだろうと思いながらやっていますので、こちらもお楽しみください。アップしましたらツイッターでも告知しますので皆さんぜひご覧くださいね。はい、ということでこの後は万博万博宣言我ら21世紀少年団をお送りするわけですけれども、はい、団長はね三平アナウンサーですけども、何を聞こうかなっていろいろ考えたんですけど、ね、うん、まあ、もうすぐ3月3日でひな祭りですから、三平にね聞きたいのはひな人形で飾られるなら、うん、どの役をやりたいですかっていうね。お代理様とか五人ばい、ね、いっぱい言いますもんね。お代理様、もしかしたらひしもちとか言うかもしれないですよ。そこら辺はなんか三つ色センスをちょっと牛舎なんかね、どんな答えが返ってくるんでしょうか。三つ色くん期待してますよ。それでは皆さん、ウイルスに気をつけてね。バイ。